はい、皆様こんにちは、重松でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございます。で、今日はですね、皆様にもお伝えしたいことは、まあ、学校の職員を動かすっていうか、学校側に動いてもらうにはどうしたらいいんだろうっていうところをですね、ちょっと考えてみたいなと思っております。で、まずですね、まあ、例えばマスクを例に挙げてみましょうか。それでマスクを強制するのをやめていただきたいなと、まあ、あなたが思われたとしますね。で、そうした場合何ですか、個人としておっしゃるのももちろんいいんですが、それはどうしても個人のお子さんのパターンになる。なので、その周りのお子さんにもそれを伝えたい、学校全体として何とかやっていただきたいなと思われた時の話なんですけれども、まずですね、こう集団としてこう PTA としてですね、言っていただくっていうのが一番よろしいかと思うんですね。なので、PTA の会長さんですね、あるいは役員さんたち、まあ、もし接触ができるのであればですね、こうマスクのどうにかならないですかね、なんか子供ってもうあんまり良くないらしいんですけどっていうことをですね、言ってみられることをお勧めをします。で、それで PTA の会長さんたち、役員さんたちがもう全然こう理解してくださらなかった場合ですね、まあ、もし理解していただけたら、 PTA の会長さんたちを中心にですね、なんとか意見をみんなでまとめようよっていう話になるかと思うんですけれども、それができなかった場合はですね、やはりこれもう仲間作りを頑張るしかないんですね。で、どういう形でやるかっていうことになるんですけれども、自主勉強会っていう形でですね、学校でPTA の有志で勉強会しませんかっていうことをですね、ご提案なさるのも一つではないかなと思います。だいたい学校って今PTA 会議室っていうのがあるかと思うんですね。だからそこに保護者が集まるっていうことは、別に全然学校としては何も言いませんから、まあ、その場所でそういうマスクについての勉強会をするとかっていうのもいいし、今だったらズームもありますから、そのズームとかでみんなで勉強会をしてみるっていうこともいいのではないかなと思います。で、そういうことをやりたいっていうのを一応会長さんを通してですね、そしてPTA の印刷とかもですね、ちゃんとできるはずなんですね。PTA の予算で何ですか、紙とかもですね、準備して学校の臨転機を回してですね、印刷して、で、それを各クラスに世帯数だけ配布するっていうことをやっておけば、学校の担任の先生たちの方でその何ですか、それをPTA のお手紙として各世帯にお配りすることもできるわけですよ。だから何月何日にこういう形で勉強会を、自主勉強会ですけど、よかったら参加されませんかみたいな形でですね、やってみる、あるいはもし可能なら会長さんとかその役員さんたちが可能なら PTA としてちょっと勉強会してみたいと思いますって、こういう情報がありますからみたいな感じでですね、やってみられるっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、そういう形でやっぱりみんなそうしてほしいよねっていう考えがまとまってきたところでですね、学校側にその PTA として言うっていうのが、ね、一番ベストだと思うんですね。で、学校側が一番恐れているのは、例えばマスクで言えば、その誰か一人感染しました、ね、クラスター発生しました、マスコミが叩きます、ね、学校名出ます、校長名出ます、それが一番怖いわけですよ。でも、その時に何ですか、保護者もちゃんと応援した形でみんなでやったんですっていうのがですね、その校長先生の方にも伝わっておくと、その校長先生もですね、安心していいですよってゴーサインが出しやすいと思うんですね。それでも、まあ、ひょっとしたら怖がって嫌がるかもしれません。委員会からストップがかかったとかなとかかんとかですね、学校側の事情もあるかもしれませんけれども、スタンスとしてはですね、まず PTA から要望が上がっているっていうことをまず一つ示すということですね。で、 PTA の要望というのはだ基本的には学校側はなるべく受けようっていうことは考えております。で、そういう要望があるから
っていうことでですね、司教委の方に言えばですね、司教委もそんなあの保護者ってそんな風に考えてるのっていうことで、当然、まあ、保護者の強い要望ならっていうことで受ける可能性もあるし、それを要望受けていいんじゃないですかっていうことになって、まあ、司教委も OK を出せばですね、校長としてもですね、全然もうあの保護者からの要望があり、司教委の認可も受けて、まあ、あのマスクはそんな強制しないっていうことを本校ではあのやっておりますっていうことで、もう全然 OK なんですよ。だからそうあのスタンスとしてはですね、なるべく学校を味方につけるにはどうしたらいいでしょうっていうことをですね、常に考えながらですね動いていただくとですね、対立せずにですねお子さんの学校での居心地もですねいいかと思いますので、あのお試しいただければと思います。でもう一つの方法もですねちょっと考えて、あの次の動画で喋りますので、まあ、それも後ほど見てみてください。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。